はいどうもこんにちは、ザワと申します。駆け抜け青春スパーキング体験版実況を続きやっていきましょう。ということで、いや前回はもう絶景でしたねまさかあんなプール行くとは思わなかったんですけど、いやいやなんか海辺かなと思ったんだけどね。いやーすごかったですね。まあ響さんともイチャイチャしていやもう衝撃的だったのあのなぎこさんのあの私服姿っていういやもうめっちゃドキッときてしまいましたけど、はい、まあまあその話は別として、まあ前回ねまあゆうくんにちょっと大きな変化が出始めてきましたよね。まあ青春に対する考え方というか、意識というかね、まあそういったものがちょっとこう変わってきたのかなみたいなね感じですよね。俺の青春はみたいな感じだったんで、はい、まあここら辺の話が後々の話にまあどうつながっていくのかというところで、じゃあ続き見ていきましょう。どうやらなんか学園長の話だしね。学園長よろしいでしょうか。お秘書さんどうしたの。それが学園改革の件で少々ややこしいことに。お先日からネット上にこのような書き込みが。あいいね。なごみはタブレット端末を受け取ると目を細めて文字を流し読んでいく。これ生徒が書き込んでいるのかしら。おそらくですが半々といったところでしょう。在学中の生徒と風見学園への入学を視野に入れているものが情報共有しているようです。うん、なるほどね。まあそういうのあるだろうな。なるほどね。風見学園ってすげえ楽しそうじゃん来年ここ受けてみようかな。あーまあね、そういう人たちがこういる中で、いやちょっとねこれから方針変わるみたいだよみたいな感じで、みたいな。学園に対する印象はポジティブなものが多い。中には思わず笑ってしまうような事実無根の書き込みも見られる。問題は39番目から6月27日以降の記事です。はあ、これは間違いなく生徒の書き込みね。いきなり廃部とかマジありえねえまあな、新しい学園長バカなんじゃねえの。うん。学園の方針を転換するという情報が生徒たちの耳に入った日以降、否定的な書き込みが増え始めている。何も知らない子供のざれ言ね、取るに足らないわ。おう、何も知らないね。まあその予算状況はちょっとよくわかりませんが。はい、生徒だけのものであればですが。どういうこと。お、こちらをご覧ください。え、ボランティア部の廃部撤回を求める書き込みです。ああまあそりゃそうだろうな。町の人はやっぱねすげえ嬉しかっただろうしな。うん、人手っていう点でもそうだし。書き込みのリンクをたどると風見保育園に関する記事が読み込まれた。放課後や休日に外部で活動した際の取材記事のようです。いや残せよさすがに。あー、そっか、じゃあネガティブというかあのボランティア部は残すかみたいなね。それは残せばいいじゃん。記事を読み進めていくと、なごみは眉根をピクリと動かすてかボランティア部くらい残してもいいと思うんだけどね。外部からこのような声が上がりますと少々厄介です。でも厄介じゃなくてさ、残せばいいんじゃない逆に保育園での活動内容と園児たちの声。記事の中に貼り付けられた写真には風見学園の制服が映り込んでいる。特に今回の場合場所が保育園です。地域とのつながりも考慮しますと、小さな記事とはいえ目察はできません。まあそうだよね。まあ企業じゃないけど、やっぱそのなんていうのかな、社会的責任みたいなのもあるからな、その外部との、関わり合いも含めてね。うん、その交流とかも含めて、やっぱりその学校が果たすべき、まあ通学もそうだし、まあいろんなね、やっぱりそういうまあ学外での活動もそうだしね。特に保育士からのコメントはなごみにとって無視できないものだった。あ、ボランティア部を廃部にしないでほしいね。てか廃部にしなければいいじゃん。だからボランティア部があることでさ、なんかさデメリットがあんの知らないけど何、え、どういうデメリットがあんの逆に。やってくれるわねあの子たち。学園長、何でもありません。例の件を早急に進めて。ん、ですが。構いません、この程度どのようにでも対処できますなんだこいつ。部の縮小と学園の方針転換はすでに決定事項、時期はこちらの判断で。いやー、もう頭固えな。そういう方策でしたね。もう何考えてるか分かんねえけど何かしらちょっと
まあ、ゆうくんたちにも期待してるのかもしれないね、何かしら。ここでちょっと試練を与えようじゃないけど。かしこまりました。では、そのように。なんか、そんな目をしている。楽しみな。あくまで私に立ち向かうつもりなのね。じゃあ、かかってきていらっしゃいみたいな、なんかそういう感じ？面白くなってきたわ。楽しんでない？ねえ。学校食い物に楽しむのやめてもらえます？大野先輩、ひどいっすよ。おそういうひじりさんね、ひどいっすよね、ほんとね。もう学園長もみんな、みんなひどいっすよ、ほんとに。週が明けて最初の休み時間。たまたま出会ったひじりの第一声は俺への抗議だった。なんでいきなり責められなきゃならんのだ、俺は。昨日皆さんでかざし行ったって聞いたっす。てかさ、キッカさんのワールスウェットはさ、ちょ見たことないんですけど、え、ちょっと見てみたいな。先輩、さんざん。てか、多分体験版で見れないのかな、どうなんだろう。青春、俺には関係ねえ、うん、って言っておきながら、ちゃっかり青春ボーイになってるっす。俺は好きで行ったんじゃないの。でも、かざし行ったことには変わりないじゃないですか。まあそうですね。あいつらの計略にはめられただけだ。自分も行きたかったっす。ちょっと俺もキッカさんに来てほしかったっす。お前が誰にも連絡先教えないからじゃん。そうだったの。え、リッツさんにも。俺も未だにクラスすら知らないし。あ、そうなんだ。いびきたちは誘うつもりだったらしいぞ。あいつらと遊びたかったらリンで、なんて読むのこれ。俺リンって読んでんだけど、リンでいいの。でもメアドでも交換しとけ。ああ、やっぱそこっすか。ダメなんだ。なんでダメなんだろうそれ。いじりはポリポリと指先で頬をかき、なんかまた家庭事情かな。考えておくっす。ああ、なるほどね。女子同士で何をそんなに警戒してるんだ。部室ではあんなに仲良くしておきながら連絡先の交換は NG なんて意味がわからない。青春カウントとの兼ね合いがあるんで。ほーん。ちょっとよくわかんないけど、まあとりあえずね、オッケーです。またそれかよ。ひじり最大の謎、青春カウント。ほんとな。まあまあまあ、もうひじりさんルート見てくれってことだな。まあ、つまり出会った時から徐々に減っていく意味不明の数値だ。一気に使うとあっという間にゼロになっちゃうんす。おお。だから大事に使ってるんすよ。何その、え、ちなみにそれがゼロになるとどうなるんだよ。自分死ぬっす。え。待って、ちょっと待って。ちょっとさ、そんなリアさんみたいなのやめてよ。なんかそれ冗談みたいな感じで言ってるけど本当はみたいなさ。もうもうなんかもうすぐさ、いやー、まあ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 、まあ、マジで。ちょっとさすがに、まあでも冗談かもしんないけど、いや、なんか冗談に聞こえないんだよな。ちょっとサガプラさんをちょっと見てるとな。突然の余命宣告だったらかっこいいんすけどね。あー、じゃなかったのね。それ本気じゃないパターンだ。せっかくちょっと乗ってやったのに、こっちが恥ずかしくなる。真実は超かっこ悪いんで、秘密っす。あ、そうなんだ。いじりが珍しく苦笑していた。ああ、なんだろうね。遠野先輩が知ったらきっと自分を嫌いになるっす。おう。だから教えないっすよ。なんか事情ありそう。どんな真実なのか想像もつかないけどさ、お前が重度の中二病なのはよくわかった。俺はその場から3歩後退した。どうした。危険人物から距離を取る。先輩、ひでえっすよ。そうだよ、そうだよ。もうプロレス技かけられるお前。もうむしろ近寄っていけよ、お前は。来るな、危ない人。自分のどこが危ないんすか。そうだ。ちょっと先輩の背後から忍び寄って首と関節極めて匂い嗅いだだけっす。極めて。あ、これさ、決めてとか言ってさ、結構読んだりすること多いけどさ、あ、極めてって読むんだね。ごめん、俺ずっと決めてだと思ってた、これ。極めてか。あ、なんか勉強になりました。俺ずっと決めてって読んでた気がする。こういう感じというか、こういう文章の時十分危ないじゃねえか。よくよく考えたらこいつ本当にやばい。俺はまた3歩後退する。こうなったら
意地でも塔の先輩の匂いを嗅ぐっす。匂いフェチなんだな。いやー、あの例のシーンでクンカクンカするところをねちょっと見てみたいな。ヒジリがジリジリと俺との距離を詰めてくる。セリフだけ聞いたらマジでヤバいぞお前。スメル、うん、先輩スメル。スメルっていう言い方いいね。思春期男子の息のいいスメル。ヒジリが両腕を前に突き出してじわじわと距離を詰めてくる。じゃあシンジにやってやる。怖えよ、背筋がゾクってしたわ。ゾンビか。俺たちの間に割り込むように予霊が鳴る。ああナイス予霊。タイムアップ。今日はここまでだな。そうっすね。お、俺もヒジリもあっさりといつもの調子に戻る。先輩、いつも自分と遊んでくれて感謝っす。あざっす。よし。深々とお辞儀を。なんか読めねえな、ヒジリさん。ちょっとまだまだな。体育会系なのはなぜだ。別にお礼されるようなことでもないだろう。こんなの普通に話してるだけだ。自分にとってはそれが貴重っすか。あー、もうリアさん。これやっぱリアさん的な感じなものを感じるんだけど、まあでもさ、うーん、なんだろうね。まあまだまだわかんないっすね。もう製品版でって感じかな、そこは。何が貴重か知らんけど、お前も早く教室戻れよ。俺はヒジリに背を向けて歩き出す。校舎に向かう。ヒジリの足音は聞こえない。こういうのね、別のメーカーさんだと、結構さ、ね、ね、鍵さんとか、別のメーカーさん、鍵みたいなね、名前の、メーカーさんだとね、結構、なんていうのかな、ファンタジーな感じでね、こう、この子が、ちょっと、もう実はすでに死んでいて、みたいな、なんかそういうね。で、こう、なんか自爆霊みたいなね。うん。なんかそういうオチが結構ありますけど、まあでもさすがに今回、まあ、サガプラさんっていうかそういう系は、まあ多分ないのか。どんな感じなんだろうね。俺は足を止めて振り返る。未だにヒジリは校庭に突っ立っていた。俺に笑って手を振っている。え？校舎戻んないの？遠野先輩。なんだよ。遠野先輩の守りたいものって何すか？お？奨学金？アクティブ？それとも先輩もそろそろ腹をくくる時っすよ。なんだ。先輩はもう走り出してるんすね。わ、先輩はいろいろ気になるな。先輩の青春カウント動き出してるっす。なんだろうな、なんか意味深だなこの子。俺は中二病は発症してねえの。俺はそう叫ぶとキビスを返した。もう迷わずにまっすぐ進める。お、その最後の一文はどういう意味だったんだろう。お、いただきます。いやほんとなんか、すごいうまそう。すごいうまそう。ちょっともう一回遮っちゃった。いただきます。なんかエッチーな。ということで、まあとりあえず今ひじりさんがね、まあちょっと謎に満ちてるんですけど、ちょっとそこら辺はまた製品版楽しみにっていう感じなんだろうけどね。何なんだろう。まあなんかちょっとひじりさんのね、まあ、予想がある人はちょっとコメント欄に書いておいてください。こういうことかもしれないみたいな予想がある人はちょっと書いてみてください。事情というか。行儀悪いわよ、もっと落ち着いて食べなさい。昼休み。あっ、てか普通に凪子先輩も、あ、そっか、まあさすがに来るか。昨日遊びに行ったメンバーで集まって昼食をとる。おい、お前んとこの文芸部どうなった？やべえわ、賞とか取ったこともないし。文芸部とかな、きついよな。ゆっこゆっこ、手芸部は廃部なの？何ゆっこって、全員演劇部の裏方になる。演劇部は残るんだ。演劇部は残るんだね。うちの満研は美術部と合併。ああ、漫画描かしてくれるかな。もう漫画も美術みたいな。そういう位置づけでいいんじゃないですか。話題は目前に迫った学園改革で持ちきりだった。実績のない弱小部は全部消える。まあ、まあ、消えるとこ、まあ、完全に消えるところもあるんだろうけど、まあ、こうやって合併される感じにもなってくんだな。まあ少しずつな。表情の暗い生徒が多いのは無理もない。
本当にやりたかったことがやれなくなるのだから。うん、新しい方針ですとかなりの部が廃部になるみたいですね。いろいろな部があった方が自由で面白いのによ。そういう校風に惹かれて入学した生徒はかわいそうね。本当ね、かさみ学園の個性がなくなっちゃうよ。確かに。私絶対に今のままの方がいいと思う。まあみんなそう思ってると思う。うん、まあ、予算が厳しいにしてもあとね、まあ2か、まあ、あのあと2学期ぐらいはちょっと頑張ってほしいよな。なんでこんな2学期にいきなり突然さ、まあ、あの前も言ったけどさ、いやまあ年度が変わって、まあそのね、まあ、なんか予算とかも編成されてみたいな、そういう感じだったらいいけど、なんでいきなり2学期か、学期がその切り替わるところからいきなりみたいなね。リツは弁当を食べる手を止めて憤慨していた。なら、リッちゃんが新学園長を説得しに行ってみるとか。私がナゴミおばさんを？そういえば、リッちゃんは新しい学園長のメインなんですね。そうですよね。可愛いメインの頼みなら心変わりもありえるんじゃないかしら。いやもうあのあいつのことだからな。多分無理だな。ヒイラギもそう思わない？カイドウ先輩がそう言うの。うん、ちょっと何言ってるね。無理絶対無理。うわ、びっくりした。もうヒイラギさんがね、ちょっとね、ちょっとね、あのおも面白いな。やばい、ちょっとツボに入っちゃうから、ちょっとスルーしていきましょう。ちょっと私がお願いしたって効果なんてありません。ラゴミおばさんは仕事には超クールなんだもん。あー、もう冷徹な。まあでもなんかさ、経営者はでもそういう冷徹なところもね、まあ時にはそういうサイコパスもなところもちょっと求められるけど、あの人ちょっとサイコパスすぎるんだよな。なんか楽しんでるよな。なんかリツ、あの女は仕事以外でもクールというかドライだぞ。同僚や上司を罠にはめて蹴落として出世したんだからな。マジかよ。自分の利益のためなら手段を選ばない。あー、そういう人だ。そんなに怖い人なんですか？マジかよ。そんな人がこれから学園長やるのかよ。てか誰だよ、そのこれ、ね、学園長に任命したやつ。鹿島と真嗣が若干引いていた。それでも俺はあの女に勝たなきゃいけない。自分の居場所を守るために戦わなきゃいけない。それにお前らの場所を守る戦いでもある。遠野くん、俺さ思ったんだよ。昨日もそうだったし、一昨日もその前ももっと前からそうだったんだ。お前らと過ごした時間嫌いじゃないなって。こいつらとのバカバカしい日常を失いたくはない。まあでもさ、あのもうそんな感じだったよね。だってもう逃げようと思えば逃げられたしな。本気で逃げようとしてなかったもんな。うん、なんか本気でさ、なんかなんつうのかな、もう勉強、いや俺はもう勉強するんだみたいな感じでさ、こうあの本気でさ、そういうバイト行くんだって感じだったらさ、だって本気で逃げればよかったけど、そういうわけでもなかったしな。まあ、だからまあもう受け入れてしまった時点で。みたいなところあったかもしれないね。そう考えるようになってきてる。何よ、素直に言いなさいよ。私と遊べて楽しかったんでしょ。そうだぞ。あ、響きに振り回されて最初は正直戸惑ったけどな。響きは昔と変わってなくて強引でわがままで、なんか無性に楽しかった。そうなんかな、この照れてるのがやっぱ可愛いな。鹿島に釣られてボランティアを経験して新鮮だった。今までは仕事イコールバイトだったけど、こんな世界もあるんだって鹿島が俺の世界を広げてくれたんだ。そうですか。この見え見えな感じな。でもいいね、そういうの全部なくなってしまうの嫌なんだよ。失いそうになって気づくなんて遅いのかもしれない。でもまだ間に合うはず。俺たちの青春はまだ終わってなんかない。どうしたのよ、突然そんなこと言い出して。俺たちの青春をね、スパーキングしていかないと。な、もう炸裂させていかないとな。ああ、みんなに感化されたんでしょうね。俺みたいなやつでも青春を楽しむことができるんだって。お兄ちゃんがおついに青春に前向きに。あとはスパーキングするだけだ、駆け抜けて。ちょっと遅くなっちまったけどな。遅くなんてないわ、私もユウもまだまだこれからじゃない。お、いいね。それに
遅れた分は今から取り戻せばいいだけの話よ。お前は本当前向きだよな。そのまっすぐなところが俺を変えた。青春なんて関係ないって考えてた俺を引き込んだ。当たり前よ。下なんて向いてる時間がもったいないわ。時間は有限なの。私たちは迷わず前に進むべきなのよ。たまには周りも見ないと転ぶわよ。そうだぞもうまあこんな危なっかしいからなぎこさんもちょっとね、うん、まあ、可愛がりながらちょっと心配してるみたいな感じだよな。その時はその時よ。なぎが起こしてくれるでしょ。お、もう仕方のない子ね、響は。遠野くん、元気になって本当に良かったです。悪かった、リーダー引き受けておきながらみんなに心配かけたよな。謝らないでください。これは私たち全員の問題なんですから。いや、なんか大詰めに近づいてる感あるわこれ体験版の大詰めになんか近づいてきてる感あるね。そうね、アクティブとネガティブみんなで立ち向かうべきなのよ。んー、まあでもどういう策があるんだろう。そういうわけでこれから対策会議始めましょう。昼飯食ってる途中だろうが。話しながら食べればいいでしょ。飯くらいゆっくり食いたいんだけどな。そうも言ってられないでしょ。そうだな、もうすぐ夏休みだもんね。1学期の間に和美おばさんに話だけでも聞いてもらわなきゃ。うん、それだけじゃダメよ。まあダメだなまあ聞いてもらうじゃなくてもう確約してもらわないとな。え、改革案を見直すって約束させなきゃ。うん、それくらいのつもりでいきましょうね、ユウ。ああ、そうですよね。マジックで師匠に勝つような方ですから。うんね、準備はどれだけしても足りないくらいだ。だからみんな知恵を貸してくれ。ではもう一度状況を整理するところから始めましょう。風見学園は弱小部の廃部と小学生制度の撤廃を提示しました、うん、双方に通じる理由として予算減少を挙げています。私たち生徒が学園の予算についての案を出すのは少々非現実的かと思いますそうだな、まあそうなんだけど。であればつくべきポイントは学生の権利でしょうか。お、すごい、なんかおなんかさ、あれだよね、なんつうの、問題点を洗うときにさ、こうなんか会議とかでさ、こういう人がさいてくれるとすごい嬉しいよねあー、そうだなみたいな。部活動を行うこと、うん、小学生として学園に利益をもたらすこと、うん、このあたりのメリットを私たち側の視線で訴えかけるのが良いのではないでしょうか。めっちゃ喋るね、しおりさんなんかすごい、なんかいきなりすごいめっちゃ饒舌になるからさ、なんかしおりさんなんかね、なんか引いちゃうんだけど逆にいやでもなんかいいね、こういうなんか真剣な時はこうなんていうか、自分をこう前面に出していくじゃないけど、うん、それとネットを使うのも手だと思います。お、ネットの拡散力は今や口コミよりも大きく、速度も比べ物にならないほど速いです。風見学園の現状を広く伝え、世論に訴えかけてみてはどうでしょうか。すごいな、提案までいったよ。問題提起から提案までいったよまあでも確かにな。なんだこれ唖然としちゃってるんだ。この空すごすぎてしおりさんがすごすぎるんだよ。だってねえ、ねえ、はい、私的外れなことを言ったのでしょうか。いやもうだって今まで全然自主性のかけらすらなかった先輩がそう言うならみたいなさ、もうなんかロボットみたいな感じだったけど、いきなりなんか饒舌になってもうなんか問題点洗ってくれてさ、いや土星論すぎてビビってるそうなんだよなっていうかお前めっちゃ喋るじゃんほんとそれしかもすっごい的確、うん、さすがしおりちゃん頭いいね。頭いいで懐かしい、もうパワープロネタが多いな。てかそうでしょうか。さすがアクティブで世界を狙える器ね。おお、はあ、小日向先輩がそういうの、そこはそういうならなんだ、何の世界だよ。ですが柊木さんの案も少し問題がありますね。おう、はい、噂の伝達が早いとはいえ少々時間がかかります。まああとちょっとね、まあ本当に伝わるかどうかも難しいしな。
速攻でケリをつけるのは難しいか。そういうことです。でも味方を多く作るってのは悪くないな。特に学園の中だけじゃなく外にも俺たちの味方を作ることができれば交渉を有利に進めることができそうだ。じゃあまず俺たちはこれから。お？ご連絡いたします。なんだ。これより2学期から学園長となる岬先生の緊急放送を始めます。緊急放送え？生徒の皆さん、ご清聴をお願いします。ご清聴教祖か何かか。では岬先生どうぞ。緊急放送。クラス中の食事の手も会話も自然に止まり、視線はスピーカーの方へ。緊急放送って何かしら。いやなんか一波乱ありそう。また。わかりません。嫌な予感がする。あの女のことだ。絶対に良くないことを言い出すに決まってる。生徒の皆さん、お昼休みの貴重な時間にごめんなさい。じゃあ後にしろ。いいツッコミだなおい。どうの静かに。ご清聴つったのにな。皆さんにもすでにお伝えしてある風見学園の改革についてです。てかさ、なごみさん声えっどいよね。これ中の人誰。誰だろう。急なことで大変申し訳ないのですが、川島里乃さんか。クラブ活動の配布手続きは本日施行します。あやない。嘘でしょ。なんでな。スピーカーから流れてきた言葉に俺は一瞬耳を疑う。クラブ活動の配布手続きを本日施行。ちょっと待って、ちょっとよくわかんねえなそれは。つまり本日の時点で条件を満たしていない部は廃部です。夏休み中に練習する部もありますし、早い方がいいと判断しました。廃部対象となっている部の部室は本日中に明け渡してください。なんじゃそれ。そんな急すぎです。急すぎるよね。あと1週間はあるって思ってたのに。いびきと鹿島の顔からみるみる血の気が引く。二人だけじゃない、友人たちみんな、ここにいる生徒たちの大半があっけに取られ失望していた。いやーなんか先手を打たれた感あるね。いや早すぎるでしょ。でもあの人何を考えているんだ。いやちょっともうマジでよくわかんないね。自分の生徒たちを追い詰めて何の得がある。ふざけてる。自分だけの都合で振り回すな。大人なら子供に何をしてもいいと、力でねじ伏せればいいと。やっぱりあんたもあの女や親戚連中と同じなのかよ。あ、なるほど。あの女がな、よくわかんない。急な話に戸惑いもあるでしょう。不満のある生徒は学園長室にいらっしゃい。いらっしゃいじゃないわ。なるほどね、そういうことね。まあ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 、あのゆうくんたちが来ることをちょっと待ってますよっていうことを暗にね。言っているっていうような感じですね。私とお話をしましょう。待っていますよ。もう特定の人に向けて言ったな今の。マイクが拾ったノイズを流して放送は終わった。俺は黙ってスピーカーを睨む。挑戦状だなこれ。こんなに急じゃ実績作ったり賞取ったりできっこないじゃん。まあ1週間で賞取るってなかなかすごいけどな。新しい学園長、最初から小さなところは切り捨てる気だったんじゃ。ひどい、そんなのひどいよ。ひどいよね。あんた学園長に抗議してきなさいよ。んなことできるかよ。内申点どうなるか分かってんのか。内申点、確かに。そっか、内申点な。いやでも内申点関係ないでしょ。だってそれは講義なんだからさ。教室はたちまち負の感情に飲み込まれる。内申点それで下げられるんだったらさ、さすがにもう転校した方がいいよこんなん。いや学園中が同じ状態だろ。こんなのいくらなんでも応募よ。うん、ナギ、私が学園長と話を。待ってください、ガイド先輩。俺は立ち上がると先輩を制した。遠野、止めないで。俺が行きます。遠野くん、俺がリーダーですよね。あーなんか一勝負あるのかな。それに先輩は3年生だ。内心のことも気にしてください。そうだけど、でも多分今の放送はおばから俺へのメッセージです。まあそうだな。今すぐ会いに来い。まあそういうことでしょうね。
上等だ。お、もう今の、まあ、ゆうくんはね、ちょっと違いますからね。あえてその挑発に乗ってやる。お、お兄ちゃん。ゆう、でもあんた。俺とおばの関係を知っている二人が、不安げな視線を俺に向ける。いや、でもね、直接対決だったらやっぱりね、もう前回みたいな感じになっちゃうから、だからね、もうあの響さんみたいなね、なんかそういう、こう、不確定要素をね、持ってきたいよな。連れて行きたいよな。うん、とりあえずね、鹿島さんと、あとは、響さんか。もう、この二人を、まあ、もうみんなで一斉に行ってもいいけどさ。もう連れてって、ねえ。うん、何かしらね、こう勝負するときに、うん、備えてみたいなね。心配するな。可愛い甥っ子がおばに会いに行くだけだ。わざと軽口を叩く。ユウ、俺も一緒に行くぞ。新人。心配すんな。話の邪魔はしない。やばそうだと思ったら止めに入るけどな。お前のこの間みたいな顔は、もう見たくないんだよ。静かだが、はっきりとした口調。強い意志を感じた。心配性なんだよ、お前は。嬉しかった。嬉しいよな。だが、照れくさくて悪態をついてしまう。私も行く。お、私もです。おい、お前ら。学園長に盾ついたら、内心を悪くされるかもしれないんだぞ。いや、そんな学園長やばいだけなの。いや、もう思うけど、そんな学園長がいる学校にいるぐらいだったら、もう転校した方がいいよ、みんなで、一斉に。それを言うなら小学生のお前の方が問題だろ。そんなことより妹は兄を優先します。お、私は遠野くんの一番弟子ですから。バカだなお前ら。自分から貧乏くじを引かなくてもいいだろ。俺がそう言っても律も鹿島も譲る、ん、座ろうとしない。唇を真一文字に引き締めて俺を見つめている。もう行く気満々だな。もうみんなで行くんだろうなこれな。私も行きます。お、バカ、やめとけ。ヒイラギ、遠野先輩がそう言うなら。なんでそこで。いや、そこでなんか言うならって言わないで、こう、いや、行きますってなるのかなと思ったら。やっぱりか。とは今回は言いません。お。フェイントだった。お前肝心なところで我がを張りやがって。決まりね。アクティブネガティブ合同で、なごみさん、いえ、新学園長に抗議に行きましょう。そうだね。最後に響が立ち上がり、俺の肩をポンと叩く。おいおい響、全員定額にでもなったらどうするつもりだ。夏休みが増えていいじゃない。さすがポジティブ。どこまで前向きなんだよ。響のこの強さは俺にないものだ。かつて俺を救ってくれた響の明るさと強さ、同系の念すら抱いている。決まりね、遠野。全員で行くわよ。先輩だけはやっぱりやめた方が。お前のためじゃないわ。響が心配なの。ないぞ、ツンデレみたいな。それにこのまま何もせずに卒業なんてしたら一生悔いが残るわ。ああ、なるほど先輩。だから一周回って私自身のためでもあるの。これならいいでしょ。苦しい言い訳ですね。たく、なんでこうなった。人心貢ぎ、これ なんだこれ、え、人心五経、これ なんて読むんだろう、わかんないや。は俺一人で十分だろうに。だがこいつらは絶対についてくるだろう。だったら俺のやるべきことはただ一つ、決意を胸にみんなに言うべき言葉を告げる。分かったよ。お前たちの青春、俺が預かる。お前が一手に引き受けるんだな。なるほど。はい。お、皆さん、チュアッス。あー、なるほど。いや、もう、関わってこないのかなと思ったら。なんと、キッカさんも、ちょっとここで、あれですか、一緒に入ってくる感じですか。お、楽しみだな。はい、ということで、ちょ、キッカさん、がね、ちょっとどういう人なのかね、まだまだ謎が多いんですが、まあ、なんか、キッカさんがもしかしたらね、ちょっと、なごみさんの、なんつうのかな、ダークホースになるかもしれないね。もしかしたら、キッカさんがこう、何かしらね、勝負をするにしても、何かを、なんか、するにしてもさ、
これでキッカさんついてきてさ、何か一波乱がありそうだね。はい、ということで、まあ、今回は以上にしたいなと思います。いやー、なんだろうね、またちょっといきなりもう突然ね、ちょっと先手を打ってきたなっていう感じでしたけど、はい、まあこれ多分最終決戦になるのかな、体験版においてのね。うん、ちょっと楽しみですね。はい、ということで、まあゆうくんも元気になったそうだしまあ青春とかね、なんかその仲間についても、うん、なんかこうちょっとね、考え方改めたようだし、はい、まあちょっと今までとは違うゆうくんがね、うん、どのようにまあ学園長に挑んでいくのかというところで、じゃあ次回多分最終回なのかな、次回で分かんないけど、はい、お楽しみにしていただければなと思います。はい、ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方もしよければよろしくお願いいたします。それではバイバイ、ありがとうね。